ラジオネーム、ペケミニ、嘘つきはスピリチュアルの始まりだ。どうも、今週のちえちゃん情報でーす。今回はちえちゃんが占いサイト以外にどんなことをやっているのか調べてみたら、LINE スタンプも出しているらしく、以前ブログでこんなことを言ってました。この度私の LINE スタンプがリリースされました。私の見た妖精スタンプです。見たら幸せになれると言われる小さいおじさんスタンプ、ぜひダウンロードしてお友達に送ってね。マジでいい加減にしとけよこの野郎。小さいおじさんが見えるやつがな、鏡に映る自分の体型から目そらすとか、どんな神経してんだてめえ。うさんくせえタレントがよくやるインチキテクニック全部やりやがってよ。お前焼きごて入れてな、精肉場行きのトラックの荷台にぶち込むぞ。大ぶら吹いて銭儲けするやつなんかな、エンマ様に舌抜かれる前にハムにでもベーコンにでもなっちまえバカ野郎。もう追いかけるのやめてください。ちえちゃん追いかけなくていいですよ。ペキミニさんありがとうね、今まで。お疲れ様でした。ちえちゃんのチェックありがとうございます。ちえちゃんをピッとなんか思い浮かぶ人が少ないわ。もうそんなに。ありがとうございます、はい。ねぎらって1個あげときましょう、はいはい。ラジオネームカーネルサンダス、有吉さん、女優でグラビアアイドルの山地マリさん20歳が1日都内で初写真集処女の発売イベントを行った際、記者とこんなやり取りをしてやがりました。 F カップバストの山地は実際に処女で、集英社から処女認定証を授与されピースサイン。キス経験はあるが彼氏は高1からいないという。好みの男性については有吉弘行40の名前を挙げ、報道陣から処女を捧げてもいい？と聞かれると、ぜひ私でよければとラブコールを送った。まず山地マリって誰だおい。処女で売り出すってお前完全にやり口が AV じゃねえか。しかも40歳のおじさん捕まえてやりたいっていう F カップが処女のわけねえだろ。プロの童貞なめんなよ。そもそも2015年はな、処女よりもいかにもやりまんそうなギャルに長弁をかけられたい清水系男子が流行るんだよ。お前みたいなビジネス処女幕がな、清水系男子の父と言われている有吉さんとやるなんて100年早いんだ。とりあえずお前は小便で染めた真っ黄色のスクール水着姿で全国のプロ処女と童貞にやがれ解散。何を言ってんの。暗号か。何なんだ、意味が分かりませんよ。前半よく分かりません。いや、なんか、このインタビューする前に会いましたよ。なんか、普通の仕事で。あ、そうなんですか。うん。なんか、で、あれなんでしょ？プレイボーイ、週刊プレイボーイで、今、注目のなんか、三人娘みたいなのの一人だっつってたよ。この子と、あとは二人有名な子じゃなかったかな。なんか、誰か忘れたけど。そうか。そんな人に名前出されるってなると、いいな。あ、いいですか。まあ夢のまた夢だろうけどね。実際にちょっと、え、なんか処女をもらえるって聞いたんですけどって手挙げたら警察呼ばれて終わりなんですよ。清水系男子のお出ましですもんね。ただもう言うしかないもん。あ、嘘、今の冗談です。ただおしっこだけちょっとかかって。清水系男子じゃねえか。清水系男子じゃねえか。清水系男子ってなんだ。いろいろって。それを世間ではスカトロって呼ぶ。あげとくけどな。あげんのかい。ちょっと1枚メール、はい。ラジオネームベネットは静かに暮らしたい、うん、有吉さん、先ほど有吉弘行スペース毛量スペース多いスペースおばさんとの話があったので、うん、検索してみたところ、うん、片山さつきはヒットしませんでした、うん、代わりに井森美幸さんがヒットしました。そう、あげとくわ。ありがとう、はい。ラジオネームラッパーザキバチョ、アイブサキと書かれた釣り糸がついたパンティーが落ちていたので、
拾おうと思ったのが、だが逃げていく必死になって追いかけたら落とし穴に落ちて地下室によく見たら同じく引っかかっている人がいて、そのメンバーは小栗旬、市川海老蔵、鷹の花、内田裕也。それを見たエブサキが、私のパンティにどんなやつが引っかかってるかと思えば、ニート童貞包茎、便所タッチバック、灰皿フルボッコ、キモい寄り目デブ、ストーカーしてけな野郎って、クズ界のロイヤルストレートフラッシュじゃねえかと怒って、俺の顔面にアイブサキの小便が入ったバケツを思いっきりぶっかけてほしい。わかる、わかんのかい、面白い。エンジェラギュ、ラジオネーム、ラッパーサキバチョフ。調子いいですね最近。俺はどんなことをされても射精しない自信があるんだと幼稚園児に自慢をしていたら、突然拉致されて地下室に幽閉、全裸で縄で縛られて宙吊り状態に。そこに優香が現れた。あんたどんなことをされても射精しない自信があるんだって。どんなことをされても射精しねえよ、特にお前みてえなババア相手じゃ俺を生かせるなんて1万年あってもできねえだろうな、と言った途端アナルに極太マッキーを入れられて1秒も持たず射精。1万年どころか1秒も持ってないじゃないの、と怒られたところで、寄り目で頬を膨らまし、どうだと言いたい。言ったんじゃねえんだよ、バカかよ。あげとくよ。パン。これもう話したくはないがベタだからね、もうちょっとひねってもらうと、はい、これぐらいかな、うん、ラジオネームルノワール野口、芦田愛菜ちゃん、安倍貞夫さんに変なことされなかった？らしいぐらいでしょうね。ない、うん、これぐらいがいいかな、はい、これぐらいのが面白いかな、これ上げとこうかな、じゃあね、出ましたよ、はい。